ホークス先発転向のモイネロでした。その立ち上がりです。ランナー一塁に置いてベテランの栗山がタイムリーを打ちました。まあ、モイネロの立ち上がりが結構球高かったですよね。力はあるんですけど、まあ、この辺は栗山が見逃さないってやっぱりうまい場所にしましたよね。なんとか1点で止めたということでしょうか。はい、でしたね。ライオン先発は松本です。今日は尾形スタメン。いやー、思い切りがいい。こういう状況でクラスに打ってうまくいって捉えた後に、まあ、そこをね、初球から決めに行って大したもんですよ。チャンスを広げて栗原、このゴロの間にランナーを迎え入れました。はい、すぐさま追いつきます。調子上がってなかったですけど、やっぱり今取るバッティングができた。そして山川、はい、すぐさま逆転とですね。ホークス1点リードに変わりました。はい、いい点の取り方しましたよ。さあ、初回球数が35球、制球も荒れていたモイネロ、2回のピッチングです。まあ、マウンドに上がる日にこういう時もあるというとても必要なのかもしれないけど、その中ではちゃんとね、自分を変化させながらマウンドを作っていくというのは立派でしたね。この回ゼロに抑えます。さあ、3回のホークス、ワンアウトから栗原、待望の一発が出ました。はい、フォークでしたね。ちょっと浮いたところでしたけど、あれ気味でした。やっぱりさすがですね。切れなくてよかったかなという感じでした。3対1と突き放します。その後のモイネロ、球数が多いんですが5回も行きました。はい、カーブがね、結構良くなったんで、まあ、良かったかなと思いますが、まっすぐとチェンジアップが取りに行ってなかったんで、まあ、その辺が納得いかないことかなと思いますけど、まあ、それでもね、で抑えていくあたりは大したもんですよ。すごいですよ。この回で終わりかと思ったんですけど、腹に行ってね、完璧に思ってました。104球まで行く。はい、さあ、攻撃の方です。足を絡めてきました。はい、ミスもね、まあ、やっぱり相手を慌てさせるというね、そういう感じでした。あれはなかったですね。この山川、本日2本目のタイムリーで5対1と突き放し、もっと振らなかったら止めたという感じでしたね。今度、壁この横を破っていきました。これ、タイムリースリーベースになります。一気化成でした ね。本当に主力みんな活躍、中村も打ちます。こういうそのところでランナー残さずに点を取るあたりのですね、この辺の点が大きくなってるんですよね。相手に7対1になりました。そしてこのね、イニング若いで、さらにいや、いったんだと思いながら、でもまあここでこういう風にしてという、まあ、自分の意思が伝わった、はい、マウンドでしたね。さあ、こちらはアピールしたい桑原、ライオンズチャンス源田、これうまく打ちましたね。はい、分かったですね。さすがだと思いますけど、桑原球が別に悪かったわけじゃないんですよね。やっぱり惜しいところでフォアボールになってしまったというところも含めて、まあ球の力はありますんでね、それを続けていけばチャンスあると思いますし、まあプレーにも助けられましたね。杉谷タイムリー、野方が次の1点は許しませんでした。はい、それで7対3です。さあ、ここからは連投テスト。藤井がこの7回行きました。いや、スイングさせてないですよね。完璧ですね。いいことないです。そしてこのまっすぐ、はい、黙って見ておけばいいですねっていう感じでしたね。三者凡退です。8回は松本、まあ、昨日のゲームでランナー出しましたが、はい、まあ、松本もやっぱり落ち着いたマウンドさばきというか、当然のごとく、まあ、点差関係なくやっぱ投げているピッチングができるピッチャーに変化してますね。素晴らしいです。今年も8回は譲らないよという松本です。はい、さあ、ライオンズピッチャー豆田、ランナー三塁二塁、これ一斉でチャンス作って海野、これは本当にうまかったですね。決して芯ではないんですけど、やっぱりバッティングの形が今回は変わったですね。はい、打てるゾーンや打てる方向、本当に呼び込み方が変わってきたんですね。ツーアウトからの追加点でした。最終回は又吉、まあ、ランナー出しましたが、ランナー出しても本当に安定してる感じですよね。そうですね。最後はダブルプレーで締めました。12アンダー9得点、今日はまさに快勝という、はい。